統一教会を取り締まる法律が制定されました。やっとかというふうな思いもあります。愛を教えている、感謝を教えている、で私たちはそういうことを教えられて、その中にその教祖を感謝するのを混ぜていくと何だか分かんなくなっちゃう。それをたくさん情報を頭の中に入れたら、私たち人間は情報をたくさん入っているところの自分の生き方を選びます。それをマインドコントロール、洗脳と言います。本当の自分に目覚めて、本当の本質的な自分に目覚めていけば、その洗脳が解けていくのです。私は30年間ぐらい人の思い込み、洗脳を解く、偽の自分から本当の自分に気づく、そういう講座をやっています。人間はもっと偉大なる自分なんです。人に振り回されなくても自分の考えでいくらでも愛は無限に出てくるし、感謝は無限に出てくる、喜びも無限に出てくる。それを真が誠の我というのが、それを引き出すということにが、これからの新しい時代求められていることなのです。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。